宮野院県法暦8年2月29日は、江戸時代に、久保田藩で活躍した宗教家、教育者。宮野院県や式跡に、では国秋田郡綴子村の交差会や式に生まれたと、される。宮野家は当時、相当の豪能であった。通称は、代々の名である、伊平を襲名し、貧斎と号している。活達な性格で幼い頃から学問を好み。 聖徳五年に、瀬尾玄三郎に伴われて、京都に上がり、伊藤神祭に入門した。教法十五年故郷に帰り、内立塾を開き門人を集めて、官学と道を説いた。塾は皇居され、時の大立城の城代である六大佐義代佐竹吉村、七大佐竹吉久も学んだと言われる。当時、山本軍や北秋田軍の学徒で、彼の教えを受ける者は多く、 文人の主な者は、神宮寺烈校、半若院、永泉、王、沢村の大徳院、玄光などがいる。彼は、京都から一人の女性を連れてきて、礼儀作法などの模範を示したこともあった。1739年8月、若き日の竹部あやたりが、宮の家に登留し、病気のため絶念している。彼は有名な造書家であったが、 京都でも得られない陳本も死ぬ前に皆知人に分け与えたという。彼の蔵書や写本、書簡の一部は内立て文庫に所蔵され、主なものは神道と予想、春秋古腰伝助事項、地立て商工儀、神宮秘伝問道、風犬いただ危険病気、七座天神宮照明記など34種がある。理財の道にも通じており、現在の国道105号中央部東側に、 宮野田と呼ばれるほどの多くのビデオを持っていた。また、時の広崎藩主に米4万病を貸し付け、その抵当として、広崎藩内の森林で今でも、旧野沢と呼ばれている場所があると言われる。松橋英心は、高野市地方研究第9号に、高野市町の文化財展に、竹内市の宮野院兼の書簡が出品されたことがある。 通読してのうろうぼえだが、院健は、京都滞在中の半若院栄江線に依頼して、書籍十数点を注文。その本は、大館の長い棒、もしくは、岩瀬の板波ぶすけの船に,に託して送って、もらいたいという趣旨だったと記している。これにより、宮野院健と半若院栄江線、板波ぶすけのつながりが伺える。ありがとうございます。